ハロー YouTube、 どうもラーメン大好きコモリンです。ということでね、今日はセブンイレブンの方から新しいね、カップラーメンが新発売したので、それをねちょっと紹介したいなと思います。それがね、こちら、じゃじゃん、味噌キンということで、こちらがね、2023年の5月9日にね、全国のセブンイレブンで新発売された、これ味噌キンということで、これね、ヒカキンさんがプロデュースされたカップラーメンで、これね、これちょっとね真似してるんですよね。こちらね、ヒカキンさんが両腕を組んで写ってるんですけども、この味噌キンはヒカキンさんが味とか材料とか量とか値段とかをね全て決めたということでね、ちょっとね、今これ YouTube の中でめちゃくちゃ話題になってましてね、ちょっと一度ね食べてみたいなと思います。ちなみにこちら値段はね、300円でセブンイレブンに売ってたので、ぜひね皆さん一度ね買って食べてみてください。ということで、早速ね今からちょっと食べていきたいなと思います。こんな感じですね。ヒカキンプレミアム濃厚味噌、白味噌とニンニクの旨味広がるやみつきな味わい。お、そしてこれヒカキンさんのコメントですね。僕の下積み時代を支えてくれたのはラーメンでした。人生が変わるその日もラーメンを食べてました。そんな僕が考えた元気の出る一杯です。ヒカキン、いいんじゃないですかこれ。じゃあ早速ね、湯を入れていきましょう。ちなみにこれね、蓋を開けた時にこの蓋の裏にたまになんかヒカキンの映画ね、書かれてる時があるらしくて、それが当たりみたいですね。ちょっと当たるかどうかわからないんですけども、ちょっとね開けていきます。当たるかな、来い。ちょっとなんか何百箱に一つみたいな、そんな感じのやつ。来るか、あー外れか、外れです、残念。で中身はねこんな感じです。はい、ではねちょっと湯を入れます。おお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 。じゃあちょっと蓋をして、5分間待ちます。でこれちょっと湯を入れて待ってるんですけど、なんかねめちゃくちゃいい匂いがしてくるんですよ。なんかラーメン屋にいるような匂いがする。まあまあそれはラーメンだから当たり前なんですけど、うん、なんか、うん、白味噌ニンニクラーメンなんでいい感じですね。ちょっと楽しみです。はい、それではね5分経ったんで、この味噌菌開けていきたいなと思います。はい、それではね味噌菌オープン。おおおお、いい感じ。なんかお、なんかマジで白味噌ニンニクラーメン、お、めっちゃいい匂いする。これね、麺とネギともやしとメンマかな。なんかめちゃくちゃいい感じじゃないこれ。いいね。いや匂いはねめちゃくちゃいい匂いします。普通にめっちゃ美味しいラーメンみたいな、そんな感じ。じゃあ早速こちら味噌菌特製香味油、これをねかけます。ちょっと待ってよ、よし、いくぜ。おお、あ、おお、いい感じじゃん。あ、結構いい匂いしてくる。あ、香味油の匂いがするぞ。よしよしよし、おお、ちょっと混ぜましょう。あー、なんかいい感じやなこれ。おお、結構ね量とかもある感じじゃない。めっちゃうまそうやなこれ。ちょっと見てくださいこれ。おお、いいね。それではこちら味噌菌いただきます。いやちょっとね匂い、うん、いや、いい、うん、いい感じ。白味噌ニンニクの匂いがするね。まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、何の匂いに似てるかって言われるとね、何やろこれ、一風堂っぽいような気もする。どうなんですかね。じゃあ早速ちょっといただいていきます。一口目いきます。うん、うまい、うまい。うまい、うまいです。これは、ちょっと飛んだけど。おいましいね。
これね、ちょっとね、甘い感じもするような気がするんですよ。その白味噌ってなんか甘いイメージあるじゃないですか。で、それプラス、その、香味油もあるんで、いや、でもね、全然辛いっていう感じではないんですよ。ピリ辛っていう感じで、辛さ苦手な人でもね、これ全然美味しい。うんうん。なんかそのね、なんて言うんですか、なんか舌がヒリヒリするような感覚はなくて、なんかまろやか。美味しいよ。うん。で、これめちゃくちゃ塩辛いっていうわけでもなくて、うん。いや、なんかね、まろやかあっさりみたいな。で、めちゃくちゃ塩辛くもなく、その、全く塩の味がしないっていうわけでもなくて、甘って感じ。なんか、美味しいよ、とりあえず。なんかね、ごくごくいけます、この汁は。めっちゃうまいわ。これ多分ね、ご飯とかにかけたら絶対美味しいと思いますよ、これ。うん。美味しいね。ちなみにこれカロリーが511キロカロリーなんですけど、結構ね、ボリュームとかもあるんじゃないかな。うまいね。ということでね、こちら麺完食しました。いやー、これね、なんか美味しいですし、なんかスルスルいけるんですよね。これ多分なんですけど、なんかそのいろんな人に、その全員に受けるような味、要は尖った味とかじゃなくて、もう本当にその100人中95人ぐらいが美味しいっていう味みたいな、なんかそんな感じがの気がしますね。なんかとんがってるっていうよりかは、なんか全ての人に美味しいと思われるような、そんな感じの、なんかいい感じのなんかラーメンです。はい、じゃあ次ね、ちょっとね、これ白ご飯をね、ちょっと入れて、今回ね、味噌菌の飯をね、ちょっと自分で作っていきたいなと思います。これちょっといきます。おこれ味噌菌ね、今回これ麺だけじゃなくて、もう一つその味噌菌飯もあったんですよね。なんですか、ちょっとコンビニ売ってなかったんでね、自分で飯を作ります。こんな感じですね。これラーメンの残り汁にちょっとご飯を入れておじやみたいにしてみたんですけど、なかなか美味しそうですね。じゃあ早速これ食べていきましょう。はい、それではね、いただきます。この味噌菌飯手作り、いきます。うん、うまい、めっちゃうまい。これうまいね。いや、これうまいわ。うまいうまい。これね、おそらくなんですけど、これラーメンの残り汁で、これおじや作れるようにね、ヒカキンさんが考えて、あのラーメンの汁作ったんじゃないかっていうぐらい、ご飯とめっちゃ合いますね、これ。うん、うまい、めっちゃうまい、これは。うん、これだからお昼ご飯に、これご飯とこのカップ麺で、このラーメンとラーメン飯2回楽しめるっていう、そんなお昼ご飯もね、全然ありやと思いますよ、これ。ということで完食です。ごちそうさまでした。この味噌菌を食べた感想なんですけども、このね、味噌菌は多くの人が笑顔になれるラーメンなんじゃないかなと思いました。っていうのも、そのラーメンって、そのいろんな種類あるじゃないですか。辛いラーメンとか、こってりラーメンとか、その、薄味ラーメンであったりとか、まぁ、ちょっと、だから子供向けのラーメンとか、いろいろあると思うんですけども、この味噌菌っていうのは、その全ての人に美味しいと感じられるように、その、とんがったラーメンじゃなくて、ものすごく、その中間のバランスっていうんですかね。辛すぎず、かといって塩辛すぎず、なんですけども、まろやかでみたいな。そんな感じがしました。あのね、これ結構やっぱり、なかなかレベル高いと思いましたよ。本当にヒカキンさんがこれ1年かけて努力されたらしくて、ぜひ皆さん一度、これセブンイレブンでね、300円で、味噌菌売ってますので、ぜひね、食べてみてください。ということでね、最後まで見てくださってありがとうございました。今後もね、いろいろやっていきますので、よかったらね、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。また私、SNS、Twitter、インスタ、TikTok もやってるんで、動画下概要欄にリンクありますので、フォローよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。バイ。